さてと、今日からキャバクラ、キャバクラライフ、略してキャバライフ、ふぅ。あ、真島さん、キャバクラ運営に関して説明させていただこうと思うのですが、ご準備はよろしいですか？はい。ああ、説明よろしく頼むで。はい。それでは説明を始めますね。蒼天堀水商売アイランド。蒼天堀水商売アイランドでは、キャバクラの運営を行ってお金や客を増やしてライバル店を撃破し、キャバクラサンシャインを地域ナンバーワン店舗にすることが目的となります。まあ、キリュウちゃんでいうところの5ビリオネアを倒すと、不動産を転がしてね、まあそういうマジマちゃんバージョンということだね、これは。お店の営業や営業に向けての出勤する女の子の編成などは、店内の用電に話しかけることで表示されるメニューで行うことができます。サンシャインの人気が上がっていくと、ライバル店との勝負やドラマが次々に展開されていきます。ライバル店を撃破すれば、バトルで使える新しい技を習得できるようになり、マジマをより強くすることが可能ですので、積極的にドラマや勝負を進めていきましょう。お店を人気店に育て上げれば、非常に大きな額のお金を効率的に稼げるようになります。稼いだお金はもちろん全て自由に使うことができます。頑張って店を大きくして、ライバル店を撃破し、最強の経営者、そして億万長者を目指しましょう。俺130億持ってるんだけどね、今ね。億万長者もクソもそんなもん、腹くそいからさ、億万長者とかな。石油王ですからね、私は。もう一度説明しましょうか。いいえ、危ねえ、今。トゥルトゥルってなった、今。びっくりした。大丈夫や。問題ない。では次は、実際に営業と営業の準備をやってみましょうかね。こういうのは実際にご自身でやられるのが一番覚えると思うので、早速やってみましょう。細かいフォローは入れさせていただきますんで。わかった。グーじゃあ一応やっとるか。おお、こんなことやってる場合じゃないと思うんだけどね、まじまちゃんもね。これどうする？飛ばしちゃう？いやでもキャバクラはちょっと興味があるから、熟読させてほしいわ、これね。回転にちょっと速読で熟読するわ。女の子の能力について、アビリティ、ルックス、特別練習について、マジマを客に見立てて会話を練習する接客練習、同伴練習、ドレスアップについて、ブラジルキャスト、髪型や化粧、グレーズなどを変更させることができます。様々な項目が用意されているので、自分好みで女の子を染め上げましょう。これはなかなか激アツなイベントでございます。これ、激アツですな、これは。なかなか非常に興味深い内容になっています、このゲームは。はい、なかなかわかっている。最近にしてはなかなかわかっている。ゲームだと思います、これは。はい、よし、 OK。 回転準備。ゆきちゃんね、ナミコ、こいつ完全にもうハゲてんだろう。どうしよう、ドレスアップさせるか。早速ね、お前や、ゆきヘアスタイル、なんて優雅な BGM なんだ。あー、かわいい。やっぱユキちゃんかわいいな。俺好きだわ、こういう子。彼女にしたいよね、ほんとね。結婚でもなんかあれだよな、遊び。あー、いいね。俺ショート好きなんだよ。あ、いいな。あ、これ微妙だな。これがちょっと、これがもう殴りたくなるわ、こいつはな。いくら顔かわいくてもツインテールはほんと殴りたくなるよね。あ、ポニーテールもかわいい。ストレートロングもいいね、おっとりね。ゆきちゃんいいね。姫、ああ、これはちょっとやばいな、やばい感じだな。深リオみたいな。これも、うぜえわ。
あーショートかわいいな。これうんこ乗ってんじゃね、頭の上に。何これ、これ何これ何これ、なんかモンスターハンターにこういうやついたような、ヤンクックみたいな。あー標準もかわいいね。うん、君は何でもかわいいよ。どんな髪型も似合っちゃうな。迷っちゃうね。まあ、ショートかな。ショート好き。購入？何購入って金かかんの？これ30万かかんのこれ？嘘でしょ？もうわしね、130億6978万3431円持ってるから。ええやろ。ああ、かわいい。ああ、私が守るものって言っちゃう。これ絶対これ言っちゃうだろう。私が守るもの。なあ、これ。あ、これちょっと長門風、長門風味いいね。ああ、金髪もいいな。やっぱね、でもね、肌が白いから、肌の白さを生かしたい。であんまりね、この色素薄い感じもでも良くないと思うんだよ、こういう系もね。まあ、肌の白さはきらめくと思うけれども、やっぱり清純さに欠ける、やっぱりこれかな、ダークブラウンみたいなやつ、これでいいでしょう。メイクアップ、え、こんな細かくできんの、やったマジで最高なゲームやんけこれ、マジで神ゲーかよ。眉毛、あ、細めもあるのね。あ、ちょ、困り眉もいいね。なんか守ってあげたくなるね。いやでもこれはタイプ1だね。まつげ、まつげなしで、あ、でもちょっとあった方がいいか。ちょな、この髪色と合わせてアイライン。アイラインってどこなの俺全然わかんない、アイラインってどこ、これアイライン、アイラインどこ変わってんのこれ。アイラインって、あのあれか、まぶたのとこが変わってるこれ。なしでええやろ、君はそのままが一番綺麗だ。なし、あり、アイシャドウ、なし、なしでいこう。カラーコンタクト、これいるかな。あ、でも目の輝きが違うのか。あー、いいねなんか、あー、これさ、ちょっとさ、これめっちゃあ、好み、わしの好みやんけこれ。チークか、かわいい、なにこれ、めっちゃかわいい、これすげえ好みだわ。う、おい、なんか、おい、なんかモザイクかけるようにバッファロー楽々アップデートツールがドゥグンつって目のとこに来ちゃったわ。消すぞクソが。ちょっと今楽しんでるんだよ俺は。もう龍が如く始まって以来もう一番テンション上がってるわこれ。これかな、リップ、あった方がまとまるね。あ、かわいい、かわいい、もう何これ、すげえかわいいんですけど、何これ、ふん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 っつってああ、これでいこう。やべえなこれ、めちゃめちゃ可愛くなったな。嘘でしょ、ヘアアクセサリー、ああ、可愛い、なにこれ、犯罪的だろ。150万待ってくれ、嘘でしょ、ティアラ150万、
買っちゃう、おじさん買っちゃう。あー、かわいい、もう。メガネ、輸入が。あー、かわいい。ちょっと、でもめちゃくちゃになってきた。つけない方がいいね。ね、ちょ、待って、その前にドレス変えようぜ、ドレスを。あー、これカットしたいんだけどさ、カットしないでいくわ。カットはしねえわ。この俺の純粋な楽しんでる姿をちょっとドキュメンタリーとしてお届けするために、このね、キャラクターメイクのシーンはカットせずにいくわ。ごめんよ、うん、ちょっとご容赦いただいて皆様には。そうだね、これ色は後から変えられるのかな。これかな。うん、え、嘘でしょ、白だろう、お前は。白が一番似合ってるよ。これでもちょっとね、田舎のさ、ギャルのさ、なんか茨城県群馬県あたりのギャルのなんか水着みたいな感じがしてね、ダセーよな。まあこっちの方がいいか。いや、メガネもね、いいけれども、ちょ、まあ、ネイルをやろう。ピンクだね。うん、時計か。時計じゃない。ハートリングいいね。まあ、手はね、指輪することによって、そのやっぱ指に注目を集めることができると。この綺麗なね。時計か、時計いらないんじゃねえか。うん。時計いらないよ。それかこのクソ安い時計を買って、で、そんでおじさんにね、何、君もっといい時計作ればいいじゃないのって。買うお金がないんですよ。じゃあおじさんが買ってあげようかなってね、買ってもらうっていう寸法やろ。時計いらねえ。時計なんかなくてもいいよ。あとやっぱり時計ってね、やっぱ時の流れを感じさせてしまうじゃない。だからね、あんまりこういうお店ではね、つけてる人少ないんじゃねえかな。どうなんだろう。あのホストとかだと、よく水をさ、氷をグラスに入れて棒でかき混ぜるときに、時計回りと逆に回すんだよね、かき混ぜる方向が。それはそのお客さんに時間の流れっていうのを逆らってね、ずっと一緒にこのまま永遠に続けばいいねっていうような意味で逆に回すんだけど、だからね、時計みたいなのね、ない方がいいと思うんだよ。ねえ、時計はない方がいいよね。なんかチラッと時計をさ、見てしまうような仕草が相手にこう感づかれてしまうというか、見られてしまった時にやっぱりね、いい思いはしないだろうし。やっぱこれ完璧じゃない？これめ、かわいい。マジか。嘘でしょ、もう。めっちゃかわいい。てか項目にさ、セクシー、ビューティー、キュート、ファニーがあるんだけど。ね、ファニーってなんだよ。セクシー、ビューティー、キュートはわかるんだけど。ファニーはあっちゃダメだろ、ほんとに。ちょっとさ、今回このもうめちゃめちゃ、もう私ね、田中理子好みの女の子ができましたと。もうすごい、俺まあメガネっ子とか、メガネない方がぶっちゃけ好きなんだけど、まあとりあえずね、メガネ今日かけさせたんだけれども、まあめちゃめちゃ好きなタイプの子ができたんで、今度作るときはくっそブサイク作ろう。うん、もうなんだこいつはと、殴りてえと、もうな、もうやっちまうぞ、これ、おい、みたいな。そういうやつ作ってみよう。うん。コスト3000円。3万円か。いやー、よくない？ああ、磨けば光る、もう何ももう、光りまくってるよね。君はもうどんなね、どんな星よりも輝いて見えるよ、今の俺には。もう照らしてほしい、俺のこと。ドレスアップ。あ、今このゆきちゃんしかできないんだ。
特別練習やっとく。ゆうきちゃん。あら、かわいい。おお、接客練習始めよっか。はい。ああ、そう、なんでメガネをかけさせたかっていうと、やっぱこの拙い部分があるわけですよ、前回の接客を見てね。はいとか、いえみたいな言葉足らずなところがあると、それやっぱメガネをつけることによってね、真面目な印象を持たせて、ちょっとこういうね、商売には最近始めたばかり、足を踏み入れたばかりですよという印象を相手に持たせると。緊張しとるんか。別に緊張なんて。おい、これ読んでほしいな。ああ、俺が読んだらなんか変なになっちゃうだろう。これは、むしゃぶりです。おー、そら頼もしい。じゃあ今から俺をお客さんやと思って会話をしていくけど、準備はええか。はい。はい。ゆうきです。本日は私と楽しくお話ししていただきたく。ほんまに大丈夫か。それじゃあ、もう喋らなくていいよ。でもずっとこのままでいてほしい。まずは無難な話題から言ってみようか。とりあえず趣味の話やな。趣味の話ですか。私の趣味の話をすればいいですよね。そうだよ、君の趣味の話をしたいから見ろ。ああ、まだお互いのことあんまり知らないしな。会話練習ついでにいろいろ分かり合おうや。趣味ですよね。何かあったかな。趣味。なになに。はい、私、無趣味でした。ああ、無趣味か。おい、そう、キャバジュタルボのそういう回答はあかんねえ。趣味ないって言われたら会話が後に続かんやろ。だって私本当に無趣味で。あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。日記ね。いや、どういった内容の日記を書くんや。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。あ、盆栽趣味じゃないか。盆栽？ちょい待てや。おいおい、しれっと言ったけど、なんや盆栽って。え？本当だよな。食いつきええと思うけどな。あ、なるほど。確かにそうですね。島さんって意外とよく気がつく人ですね。ああ、かわいい。もう、なるほど。こう的確なアドバイスをすることによって、ゆきちゃんのレベルが上がってくんだね。俺のことなんやと思ってるんやなあ。でもなんで盆栽の方を趣味だって言わんのや。もう趣味の域を超えてるんだろ多分な。私なんて盆栽歴8年くらいですから。盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。超えてるね、趣味の域を。このちょっと上目遣いいいね。十分すごいと思うけどな。8年っていくつからやってんだおい。10代前半。中学生ぐらいからかな。嘘でしょ。ああ、もう入り浸りてー、この店。もうでも客に出したくねえな、ゆきちゃんな。もう家にいてくれよ、俺の家に。どうしたろ、どうしたろ。ゆきちゃんって客が喋らんようになると自分も喋らんようになるよな。そうなんですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いいえ。いや、そう来とんのや。まあこういう店でね、まあ大切なのはいかに客に喋らせるかということだから、どんだけ自分の趣味というかね、趣味というかね、自分が気に食わないことでも気にならないことでもね、
相手に喋らせれば喋らせるほど、お客さんとどんなこと話したらいいか分からなくて、どうすればいいんでしょう。とにかく褒める、とにかく微笑む、まあ、褒めるっていうのも待てだけどな。あんまりいきなりこんなバン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 、ゆきちゃんだもんね。ゆきちゃんがもう褒めちぎってきてもなんかちょっとイメージと違うしな。微笑む、微笑むにしとこうか。それじゃあとにかく微笑んどけばええ。女の涙は武器やけど笑顔もまた武器やからな。はい、わかりました。微笑めばいいんですね。うん、微笑んでみ。ああ、ちょっとやってみようか。怖い怖い怖い。怖い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 よ。やめや、やめ。え、何ですか。おっしゃられた通りに微笑んでみたんですけど。うん、すまん、俺が悪かったわ。え、どうして謝るんですか。ああ。